はい、どうも、ユッキーです。今日はですね、リスナーさんから、Amazon のギフト券を、いただき、1万円分いただいたんですが、その分の、それの、なんだ、日本酒をレビューしてくださいということで、3000円の、日本酒を昨日レビューしたわけなんですが、その残り7000円で何を使うかということで、そのリスナーさんの、メールにですね、栄養を取ってくださいと、書かれていましたんで、今日はこちらを買ってきました。カゴメの野菜1日これ1本という、濃厚野菜不足に飲むサラダということで、野菜汁が100%含まれている、野菜ジュース。30品目、350g 分の野菜。野菜由来の食物繊維&リコピンということで、まあ、俺ほとんど野菜食わないんで、買わせていただきました。野菜飲料は原料野菜の全成分を含むものではありませんが、不足しがちな野菜を補うためにお役立てください。リコピンやカロテンのように加工することで体の吸収率が高まる栄養素があります。よく言われるのがね、野菜ジュースってほとんど栄養がね、ないとか、聞いたことがあるんですが、いろいろググったところによると、ぶっちゃけ飲まないよりマシということを書いてありました。確かにビタミン C とか、はですね、なんだ。加熱した時に、これ多分加熱してあるんですよ。だからその時に、加熱で、なくなったりする、栄養素がいくつかあるみたいです。が、飲まないよりマシということを書いてありましたんで、俺はそれを信じたいと思います。原材料名が野菜、括弧トマトと人参と、芽キャベツ、括弧プチベールと、ケールとピーマンとビートと、ほうれん草とブロッコリーとアシタバと、チンゲン菜と小松菜とカボチャとパセリと、クレソンとアスパラガスとセロリと、生姜とトウモロコシとごぼうと、グリーンピースと紫芋とキャベツとレタスと、玉ねぎと大根と紫キャベツと赤じそとカリフラワーとナスと白菜。で、レモン果汁と。容量が 200cc。製造所が、カゴメナス工場。栃木県の会社です。ね。食塩を使用しておりませんと書いてあります。俺ね、野菜ジュースでね、トマトジュースが好きなんですけど、トマトジュースはね、やっぱりね、塩がね、無塩のやつは嫌いなんですよ。まあ、トマトはね、大好物なんですが、無塩のね、トマトジュースは飲みたくないということで。それいただきます。美味しい。あ、うまい。うまいな。うまいな、これ。ほとんどトマトの味ですね。なんか、多分ね、トマトがね、圧倒的に多分あれなんですよ。おそらく割合的にトマトが割合が相当入ってるんでしょうね。おそらく。ほとんどトマトの味しかしないです。ほぼトマトジュースの味です、これ。
たまにね、トマトジュースじゃないや、野菜ジュースでね、なんだっけ、パクチーです。パクチーがね、含まれてるやつがあるんですよ。で、すげえパクチー臭かったりするんですよね。俺パクチー大嫌いなんで、それはないですね。これパクチー入ってないです。パクチー入ってないから、全然パクチーの味しないわ。うん。他に、味で言ったら、パクチー以外だと、まあ、セロリとかかな。結構セロリ嫌いな人いるじゃないですか。まあ俺大好きなんですけど、セロリのすごい、独特の香りがするわけでしょ。だからあれが嫌いなんで。それこっちにもセロリ入ってないんですね。うん。セロリは、間違えた、入ってた。あ、入ってるわ。入ってるけど、全然味しないです。セロリの味しないですね。うん。これね、確かね、アマゾンでね、野菜ジュースでね、確か一番、人気のやつだった気がする。ちょっとググってみましょう。値段がね、今更言うのが、まあいいか。1689円、24本入りで1本あたり70円ですね。これね、確か野菜ジュースでね、あ、1位です。売れ筋ランキングこの1位ですね。これ Amazon で判定の、あ、美味しい。なんか飲みやすいね。まあセロリの味もしないし、パクチーも味しないんで、飲みやすい。どちらかというとカゴメはなんか野菜だけじゃなくて、フルーツも半々ぐらいに入ってる。野菜半分、フルーツ半分ぐらいの。ね。野菜生活100ってやつね。そっちが割と、飲みやすいっていうか、まあ、フルーツ入ってるんで、飲みやすいは飲みやすいんですけど。ね、やっぱり野菜ですよ。別にフルーツなんてほとんどはビタミン C しか入ってねえだろ。やっぱね、現代人はあれですよ。野菜不足ですから。ね。野菜不足はやっぱね、フルーツなんかね、野菜の代わりになんねえから。やっぱ野菜っすよ。で、俺みたいにめんどくせえとか、いちいち料理すんのめんどくせえとか、ね、自炊すんのめんどくせえから、野菜なんてろくに買わないんですよ。最近食ったの野菜なんて、もやしだけだよ、もやし。22円ぐらいのもやしだけだ。うん、これ美味しいです。ね、ありがたく使わせていただきました。リスナーさん、ありがとうございました。ということで、あれか。これ美味しい。四つ星。ご視聴ありがとうございました。